道祖神という存在をテーマとしているので、自分の作品そのものが道祖神みたいな存在感を放ってくれればいいなって思ってます。女性がつなぐ現世と異世界の境界線。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家平林貴弘。東京芸術大学に進みながら、一時はアニメーターの仕事を手掛けていた経歴の持ち主。そんな彼が描き続けるもの。最初はもう単純に女性像が描きたくって、それこそ高校時代美術部だった頃から女性像を描いてはいたんですが、ただ描いてるだけだとテーマとして弱かったので、何か独特でありかつちょっと共感も呼べるようなテーマを探していた時に、地元の道祖神っていうものがあるんですけど、言ってみればお地蔵さんみたいなもので、道の辻であったりとか村の教会に守り神として置いてある、石の像なんですけど、それをテーマにしてみようと決めて描き始めたんですけど、そういうのってやっぱり今は廃れちゃっていて、森とか渓流とかみずみずしい植物の中に、女性像を置いてみようかなっていうのがきっかけで。失われつつあるものの中に描く女性。大きさにしてもそうですし、あとは重さに関してもそうなんですけど、そういうところでこの世のものじゃないものとこの世のものが混ざってるっていうような印象を与えたくて、ちぐはぐな世界観で描いていますね。なるべくその表情は消すようにしてるんですよね。モデルさんよりはその周りの世界がそのモデルさんそのものを表しているようなイメージとして考えてるので、そこでモデルさんの表情があるとかえって世界観自体を崩してしまうので、ただ最近はそうは言ってもちょっと表情を入れて描いてみてはいるんですよね。多少やっぱり笑みがあるぐらいな形には描いてきてるので。この世とあの世をつなぐ女性たち、そんな平林貴弘のブレイク前夜。やっぱり好みがあるので、僕の好みの女性を描いていても、それが人から見てみたら可愛いとは思わないこともあるでしょうし、そこがやっぱりその自分の表現したいものと受け取られることの違いの難しさというか、解決していかなきゃいけないなってところではありますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家、現代美術家杉田洋平のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。